はいえー、ゲームコレクターのサケカンです。本日は、えー、2012年、あ違うね、2021年 <laughs> 1月1日、これですね。はた、い、はた。はた、はたが乗りました。こっちか。 はい。ゲームコレクターの酒館です。本日は2021年1月1日、作館学院ゲームコレクター部。 スタートです、えー、とこの配信はゲームコレクターの酒館が、えー、と毎日大体25時に約30分、えー、とフわッチで配信している番組です、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。また、えー、と概要欄に、ね、僕が関わっているキンドル本へのリンクがありますので、ご興味のある方、もしくは僕のコレクター活動にご賛同、ご支援いただける方、えー、キンドル本を読んでください。また、お仕事の連絡は、ね、いつでもお待ちしております。 ということで、えー、っと、一応 <laughs>、一応、2021年になりました。はい。まあ <laughs>、と言ってもまだ1時間ぐらいしか経ってないんでね、特に何があるわけでもないんですけども、まあ、とりあえず、あの、無事ね、あのー、コロコロショックからね、こう、年が越せないんじゃないかと思ったんだけど、とりあえず年は越,え越すことができました。まあ <laughs>、 あとは今年どう頑張るかというところですね。はい。ということで、えー、そうね。えー、<laughs> 今日の予定はまあ、いつも通りのね、3DO の話が、えっ、ー、と、デイドラス。まあ、いつも通りやります。はい。エピソード1ですね。これが1995年11月10日発売なので、これをやって、で、あとはなんとなく、 まあ今年周年のもの何なんだろうなぐらいのところをちょっと <laughs> まあ、ま全くノープランで今日はやってるのでまあうまく話が流れていけばいいなとところですね。で最後に本日の記念日ゲームをやる予定です。あの質問箱に関して言うとまああの一向に質問がまあ来ないというかあのね運営のやつが来なくなったらピタッと止まったというかね <laughs> まあそんな感じなのでまあまあでも ツイッターの方にね、あの自動でツイートされてるの見ると、まあ、いくつかちゃんとした質問もあったみたいなんで、まあ、まあ、普通にね、質問が来たら答えるっていう、まあ、標準の質問のスタイルにやっとなれるのかなというところです。はい。で、えー、っと、で、まずデイドラスですね。まあ、3DO の話、デイドラスですが、まあ、これデイドラスでタイトルですね。えー、っと、 <laughs> まあ調べてみると、まあ、この男優さんと女優さん二、まあ、人俳優さんが出てるんですけどで基本的にゲーム内容的にはパズル系のゲームなのかな一応なんか設定としてはこのプレイヤー自身はなんか宇宙船のなんか乗組員かなんかなんだけどこう敵の攻撃かなんかにあってこうなんか体は死んでるんだけどなんか思考は生きてるとかなんかそういう感じでこう何か別のものにこう移されて <laughs>。 なななんかか機械化されてる感じなのかなでそういうところでこうあの彼らとコミュニケーションをとりながらね多分まあカメラ的な何かにこうでこう自分の意思を伝え相手を見て意思を伝えていくみたいな感じなんだろうけど、まあ、一応、まあ、パッケージを見ると映画を超えたゲームを超えたってあるんですけどまあ一応俳優さんまあこの時代だとねやっぱ俳優さんを使って。 その映像を流すことで、まあ、この映画を超えたっていうか、まあ、映画的なゲームなんて論争がね、こっから2年3年後、まあ、FF7 ぐらいからね、まあ、いろいろ出てきたりしたんですけど、まあ、そういうところですよね。まあ、映像、実写映像イコール、まあ、映画的とかね。あの、こう、演技が多いと映画的とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、映画を超えたゲームを超えた。まあ、ゲームも超えちゃってるからね、まあ、いいのかなってところです。はい。 で、一応これ、デイドラスエピソード1、えっ、ー、と、ナンパ戦のエイリアンっていうタイトルなんですね。まあ、エピソード2があったかどうか、ね、かなり謎という感じなんですけど、一応こう、内容的に読んでみると、こういう感じです。SF 映画に飛び込んだようなバーチャルワールドがあなたの知性を興奮させる。プレイヤーのあなたは本格 SF 映画の中に飛び込み、 美人女優ティア・カレルと共演しながらヒーローの一人として映画に参加できるこのスケールこの奥深さは波じゃないハマってしまったらもう抜け出せないまあゲーム内容あんま書いてないんだけどただ2人ねこう乗組員がいてこれとプレイヤーなわけですよまああのプレイヤーがこっちだとしたらこの女優さんだけね この美人女優ティア・カレルって言ってもいいんだけどこの2人いるからこの人もう少しピックアップしてあげないのかなって感じがするけどどうやらこの、まあ、2人とも乗組員だから同じようにへ出るわけだけどあの、多分日本のセールスを考えた時とかもしくは多分 <laughs> まあ調べてみるとねこの人のことよくわかんないんだけどこの人は一応ちょ,っとちょっとは有名な女優さんだったみたいなんでまあだから こっちをセールスポイントに持ってきたのかなと。まあそういうようなのが読み取れます。ね。まあ、それ以上はいいかな。まあパズル系のゲームです。だから、ストーリーがあってなんか設定があってやる、そこをパズルを解くとかね。そういう感じで進めていくんですけど。うーん。なんかちょっとね、とっつきにくいか。え、UI がやっぱちょっと辛い。あ <laughs> ああ。ああ。ああ UI がちょっと辛いゲームなんですけど、まあただね、これ、まあ、僕も正直 CD4 枚組なんですけど、まあ4枚組なんだけど、まああんまり1枚目以外はあんまお世話になった記憶がないような気がするんですけど、まあ一応こうね、こういうあのパッケージでもあのゲームの場合は取説が厚いからこれ使ってるパターンもあるんだけど、このゲームの場合はちゃんと3枚、4枚目まで入ってると、まあそういうようなね、 作りになっていますということでえー、っとまあデイドラスね <laughs> あのー、こういうまあそれ以上は語ることないかなはいまあとりあえず 3DO でどんなタイトルがあるかなって知りたい人は今年もねあのスゲームコレクター作家のアンコンプリート 3DO をねキンドル本をよろしくお願いしますまあそろそろねあのー プレイステーションのね、あのー、パーフェクトカタログを出したところも次は、次,次こそは 3DO に行かないとほら、もう90年代、もうほ,どほぼ全部やっちゃったでしょ。だから次は、まあドリームキャストもあるけど、ドリームキャストの前にほら、プレステやってるでしょサターンもやってるでしょ。で、えー、っと、FX はあの PC エンジンとガッチャンコしてこう出してるから、3DO、3DO 行こうよ。 てあの個人的には思ってますがまあこれが制作の方に届くかどうかはちょっとあの今後次第というところですねはいということでまあ一応 3D オンタイトルを紹介してみましたはいで今年は2021年なんで <laughs> っていうか去年えっ、ー、とえっ、ー、とまああのー ゲーム機の終年っていうイベント、イベントっていうか、こう、ノリでこう何かやるっていうのは <laughs>、あの、大体、まあ5、5年周期であるんで、まあ、どの年が、こう、充実してるかって、まあ、いろいろあるんですけど、大体、あの、3の年っていうのが、下1桁が3の年っていうのが、ファミコンが出たことで、かなりこう、ファミコンがフィーチャーされることが多いんですよ、3。ね。で、一方、4っていうと、 まあ、あのプレイステーションが94年ですよね。だからそこですごいこう、ね、あのプレステが使われる。で5っていう、あまあ、で4この前の、えー、と20あ2019年みたいな感じの年っていうのは25周年みたいな感じで言われるからやっぱりこう。 5, 5年周知だから、3が盛り上がると8もある程度こう企画が通る,あ通るわけですよ、本の場合ね。ファミコン、ファミコン25周年、35周年みたいな。で、まあ、プレステ25周年、サタン25周年みたいなのがあったりして。で、2020年っていうか、あのゼロっていうか5でね、5で、5の年って何があったかっていうと、去年のね、えっ、ー、と、やつでいくと、5じゃないのか。 ゼロかだから2000年に発売されたプレイステーション2が、まあ、20周年だけど残念ながらプレイステーションのせいで <laughs> あんまりこうフィーチャーされない。であとえー、っとえー、っと一応1999年にワンダースワンが発売されてるけど2000年の12月の,の頭にえー、っとちょっと日にち1日だったかな、えー、っとワンダースワンカラーが出てるんで <laughs> 一応これもスワンカラーも ね、20周年的なのがあったんだけどもまあはっきり言ってスワンのせいでこうカラーはフィーチャーされないとかねまあちょっと不幸はあるんですけどまあだからに去年はそういう感じであと何だろうな5の年全く相手にされてなかったけど XBOX360 とかが2005年だったんじゃないかな。 まあでも去年去年なんだったっあゲームギアだゲームギアが90年だからねっていう感じでまああるんですけど今年はじゃあ何かっていうと今年はあのー、あれここか今年はあのーまあ、2021年なんで、まあ、1と6の年ねに何が出てきたかっていうところをちょっと見てみる見てみて考えてみるとまず あのファミコン以前ファミコン以後ってところでだいたいこうあのゲームの歴史の違いが出てくるんですけど、まあ、な,なぜかっていうと大体このまあこれですよねいつもねあのネタにしてる大義輪大義ンなんかが使ってる最初のハードがファミリーコンピューターファミコンからなんですね。 で、セガのハードもこのファミコンと一緒に SG1000 とか s c 3 0 0 0出てるんだけどだいたいこの本ではメガドライブあたりから使わないからちょっと SG とかのマーク3あたりがちょっと曖昧になってたりするわけですよ。 で、で一方、PC エンジンはちゃんと PC エンジンのチャートからこう登録されていると。まあそういうこところでファミコン以後の歴史でこう見ていくと、まあファミコンが83年なんでね、まあそこの以降なんですけど、まあ最初に何があったかというと、86年にディスクシステムがね、発売されているんですよね。86年の、えー、と2月21日に発売されているので、まあ今年もね、まあ、 2021年2月の21日近辺にもしかしたらちょっとディスクシステム <laughs> 35周年っていうまあまあ多分誰も騒がないかな <laughs> これもあの「ワンダースワン」に対する「スワンカラー」とか「プレイステーション」に対する「プレイステーション2」みたいな感じでまあ正直ファミコンに対するディスクシステムだからまあ で実際ね当時ディスクシステムっていうのはまあ僕もリアルタイムでプレイはしてたんだけどやっぱりファミコンは流行ってるからみんな持ってるんですけどディスクシステムを持ってる友達がどれだけいたかっていうと結構少なかったんですよね、まあ、僕なんかも最初遊んだゲーム機家にあったゲーム機が C1 だったんでシャープの、えー、とマイコンピューターテレビ C1 だったのでディスクシステムが繋がらないんですよあれ。まあ専用のやつがあったのかな まあとにかくそういうのがあったせいでちょ,っとちょっと最初はどうしようと思ったんだけど結局うちはツインファミコンに行ったんですね。 でツインファミコンはカセットとディスク情報を集めるって、まあそういうのがあったんですけど、まあだからツインファミコンも実は今年が35周年になるけど、まあこれもファミコンに対する、ね、ディスクシステムなんで、まあ誰もこう祝わないだろうなっていう、あ、ディスクじゃない、ツインファミコンなんで誰も祝わないんで、まあ、祝うとしたら、あのシャープのツイッターアカウントぐらいがねこう祝うか祝わないか、まあそういうところだと思います。でそ から先だともしかしたら91年あたりなんかあるのかな PC エンジン絡みとかなんかあそこら辺マイナーアップデートのハード出てるからなんかその辺の年ありそうな気がするんだけどメガドラ2とかの辺はどうなのかなとかいろいろあるけどまあいいやちょっと飛ばしてで行くと96年が任天堂6 4 9 6年のねえー、っと6月23日 に、マリオ64パイロットウィングス64、えー、っと最強ハブ生地だから最強ハブ生地から、えー、っと25周年っていう年にもなるんであの確か七冠だっけで出たぐらい出たあとぐらいに負けたのかなまあまあ でそういういの最強強時代本当に強かったまあ今も強いんだけど相当もうこうねあの抑える人がいないぐらい強かった時代からもう25周年って <laughs> まあそういうような、ね、あの年なのかなってところですね。まあ、64はもしかしたらちょっと盛り上がるかもしれないけど、まあ、ちょっと要注意なのはあの n t e クラシックミニがファミコンスーハミで止まってるところにこの周年に64が 来るるととちょっなす何が嫌な予感がするかというとファミコンに対してスファミコンが30タイトル入ってたのに対してスーファミが21タイトルかなまああの新のスターフォックス2は入ったけどあのー、これ容量的な問題で減らしてるのかもしれないけど64ってこう例えば15タイトルぐらいにこう減ったとして多分全部ニンテンドタイトルになりそうな気がするんですよね。 あの僕はほぼあのは一般販売タイトルは日本の販売タイトルは全部抑えてるんですけどでも200ちょいぐらいしかないんで64っていうのは少ないんですよ。でしかも割とサードパーティーがほとんどそのプレステに流れちゃってることもまあサタウンにも一部流れてるけどだからあんまり64でこう際立ってこれだっていうのがないんでまあそうすると結局あ えと『マリオ64』『スタフォー64』『マリカ64』『五右衛門』とかですかねまあ五右衛門もどうなんですかね五右衛門もちょっとねだからねもしそういうのが作られたとしても多分任天堂タイトルでほぼ埋まって他のタイトルがあんまないようなそういうハードになっちゃうような気もするんですよねまあただあの64のフォルムのハードでちっちゃくなるっていうのはまあ面白いかもしれないけどでも コントローラーラかかででいいじゃないですか64ってでそういうことを考えると、ちょっとその,あの、ミニになりにくいな。あの、64のコントローラーって、あの、ニンテンドーはあれ手でがっしりつかめていいってだけど、あれ多分リサーチ大人と、あと海外のねおお、大人がこうやってるから、あの、子供にマッチしなかったんですよ。子供にはちょっとでかかったんですよ、あのコントローラー。うん。 というところもあってねちょっとあのー、まああれを今現代に蘇みらせてコントローラーあれ入れるとまあそもそもあのコントローラーのサイズでこうコストカットとかこうなんだろういろいろなことを考えると大変な気もするんでねまあちょっとこれは一つ夢としてね任天堂クラシックミニ任天堂 t e n 6 4ミニが出ないかなっていうのはちょっとこう頭に入れとくといいかなぐらいにしときましょうであとね ちょっと話がまあ飛ぶんだけど2006年にプレイステーション3と Wii が発売されてるんですよ。<laughs> なのでこれもねあのプレイステーション3の15周年って祝われるかっていうとこれもちょっと微妙なところがあってあの何なんだろうな。 プレイステーションの二十何周年でっていうところの扱いにね、またなっちゃうかな。で、一方 Wii は、まあ、15周年っていうのもいいんだけど、Wii リモコンっていうのが、まあ、Wii U で途絶えて、ジョイコンでも今続いてるから、まあ、Wii のゲームをスイッチで遊ぶっていうのは、まあね、今でもまあやってますよね。 Wii U の「ドン・キー・コング・トロピカルス・フリーズ」なんかスイッチに移植されてるし、えっと、スマリオ 3D コレクションであのマリオ・ジャラクシーもこう移植されてたりするからまあ多分相性はいいんですよね。 まあ、Wii U からピクミン3も出てたりとかして、だから、まあ、そういう意味では、こっちの Wii の方を盛り上げるっていうのも、まあ、任天堂的にはあるかな。まあ、ただ、任天堂クラシックミニ Wii はないだろうなとは思うけど、はい。で、でもう少し時代が進むと、今度2011年になると、今度はね、あの任天堂3 d s とプレイステーション o n b t a っていう、この2個のハードが10周年なんですよね。はい。まあ、 残念ながら 3DS の最後のタイトルはもう2年ぐらい前になるのかな。で、ビータに関しては昨年の年末、12月の何だ10、17か24か、まあ、その辺にこう新作が出て、そこで多分、ピリオドで10年目をこうね祝いなから、なかなかこうゲーム1つのゲーム機で10年越えっていうのは難しくて、まあ、ファミコンみたいにね、こう、息が長いっていうのもあったんですけど、まあ、スーハミなんかだと、 まあ、ちょっとわかんないな。プレステとか、プレステ2、3って10年いってんのかな。まあ、あれもでも互換性があったからね、微妙なところはあるんですけど、なかなかこう10年超えできるハードっていうのはもう珍しいんで、まあ、残念ながら、ねでただ携帯ゲーム機としては 3DS、PlayStation タってのは最後のね、ゲーム機になってしまったけど、それがもう10周年っていうところなんで、まあ、なんだろう。まあ、でも、 ある意味若い人が一番こうね、周年企画として盛り上がれそうなのはもしかしたらこの2つかもしれないですね。で、そうなると 3DS の発売日が2011年2月の10 26日なので、あのー、これもディスクシステムと結構近い時期にこう10周年お祝いって感じでちょっと祝えるかもしれないですね。で、ビータの方は12月なんで、まあ、まあ、12月に盛り上がれるかどうか。はい まあ、ポータブル、プレイステーションポータルプールから、プレイステーションビータの場合は互換性も何もね、まあ,あの、ビータでプレイステーションポータブルのダウンロードのゲームはプレイできたりできたけど、まあ、ディスクが全然違ったからね、形状が。まあ、そういう意味では、ここは、まあ、ビータ、ビータ三体で言われるけど、ただ、ビータ去年途絶えたソ,ソフト途絶えて、昨日、去年まであったじゃんっていうのが、こう、いきなり、10周年おめでとうってなるかってうも、まあ、た、これもこれも微妙な感じだったりはします。 まあそういう感じでねゲーム機のこの1と6のね年のものって大体このぐらいなのかなと思いますはいまあちょっとねこれさっきあのこの配信やる直前にね5分ぐらいで考えてたことなんで何か漏れがあったらあの漏れはねあのまあ後ほど教えていただければ今年中に <laughs> なんかやりたいかと思います えーとドリキャストの時みたいに最後のソフト争いやってほしいですね。あ、あのー、ビーターやってました。昨年ずっとやってました。<laughs> あのー、ドリームキャストも9年ぐらいなんですよね。多分最後のタイトルが。2 0 0年ってないのかな。二千六6年か、2008年かな。まあ結構ね、息長く最後のタイトルが多分、あの、カラスとかあの辺だと思うんですけど。 うん、出てたりしてたんですけどまあビータの方は去年ずーっとあのー、ギャル系系のやつの,その PS ビータ PS4 マルチのタイトルがね何個かこう残っててでそれがこうちょんちょんちょんと出てで去年の年末ぐらいにね一応出揃った感じになってますはいのでね残念ながらもう多分ビータはあのー、まあ 今ね予定されてなないいのはもうう出ないと思うんですよだからあのまあこれ僕がねいつもこの10年,10年までいかなきゃまあ最近ねあのゲームソフト何が出るんだろうっていうのをチェックする時には必ず Amazon をチェックするんですよで Amazon で各ハードのねあのカテゴリーがあるんでそのまあビータならビータ選んで発売日順ってやるんですよで新し,いも新しいものから、ね、選ぶとまあ出るじゃないですか でそうすると最後に出てるのが去年の年末に出たタイトルの通常版と限定版あたりが出ますのではい、まあ、そういうところで、ね、チェック皆さんもそうやってチェックしていただけるとね、まあ、ビータの最終争いも多分もう終わったんだろうなーという感じだと思います、まあ、基本的にもう多分ソニーの方で受け付けてないと思うんですよね企画を。うん、と思,い思ってます。はい。 でもうプレステ5に移行していくから、まあ、プレステ4とプレステ5で今後いろいろやっていくと、まあね、PS3 とか PS ビータなんかの,そのダウンロードとかの フォローも、ね、どの辺で止まるかっていうのもあるだろうし、まあ、そういうとこを考えていくとなかなかこうビータをねこのどう、まあ、今までと違っ,ってほら昔のゲーム機ならあのハードをこう修理するとかでサポートできたけど今ってダウンロードとかが前提だからそこのサポートとかのコスト考えるとやっぱり切るとか切るんですよ。 ニンテンドーがゲームキューブあたりからバチッとこう切り始めたんですけどソニーも多分そういうのを PS3 から PS4 で互換性をばっかりバチッて切って PS5 になってまたちょっといろいろとこう多分ね PS プラス的なものとかあのダウンロードとこのとこの環境ネット環境のところの構築っていうのをこう いろんな複数やっていくとどんどんそこでコスト上がっていったり管理大変だからまあまあいろいろ切られていくんだろうなってところを考えるとビータっていうのはもうそろそろサポートは厳しいんじゃないかなという感じがしていますでえっ、ー、とまあさっきのねこの大辞輪広辞苑のあたりでこうね紹介されるハードっていうのはたいそういうレベルなんですけどまあファミコンより以前に遡る まあ、いろんなゲーム機出てたんだけど正直僕はそこら辺詳しくないんで,で僕が詳しくない以上に興味がないんであれなんですけど一応1981年の7月30日っていうのが、えー、とカセットビデオの発売日なんですよエポック社の。だからもしかしたらこれがあの40周年ってところでね何かしらこう盛り上がりがあるのかなないのかなよく分かんないなっていうところをちょっと。 ちょっとと、ね、気にししておくといいかもしれないですね、えー、ちなみにうちの、ね、あのカセットビジョンが動くかどうかよくわからないんで <laughs> まあ正直ねカセットはね大体持ってるんですけどあのー、全然動かしてないからね動くのかなって心配なんだけどそもそももうアンテナ線つないでっていうあのゲームスタイルっていうのをプレイする環境がねないんでね困ったもんですねはい。 ファミコンなんかも僕はもともとビデオ端子で育ったから正直あのねアンテナにつないで2チャンネルでプレイみたいなところはねちょっとあの希薄なんですよ。まあ自分でもまあまあまあ,あのツインファミコンでねこうビデオ端子つないでやってたりはしたんですけどだから友達とかみんなアンテナ線つないでやってたんでまあその辺がね僕もあんまり そっちにに環境に慣れてないんで、まあ、要はあのメガドラとか PC エンジンとかはもう全部もうねビデオ端子元から対応してたんでねまあそういうようなあの文化圏の違いっていうのが個人的にはありました。でえー、っとまあこんなもんかな。 まあ、カセットビジョンは一応まあちょっと補足をしておくと一応カセットビジョンが81年の7月30日なんですけどファミコンと、えっと、セガの SG 線とかがあの1983年の7月15日に発売されてるんですねでそれ以前だとのゲーム機だとやっぱりカセットビジョンというのは国内でね一番売れたハードっていう扱いだったわけですよでそのファミコンと、ね、SG 線が、まあ、どのぐらい売れるかその時点では分かんないけどその直後にね 7月19日にあのもうカセットビジョンジュニアっていうのを出しててね、まあ、要はカセットビジョンっていうのはあの他のゲーム機っていうのは基本ゲーム機の方にいろいろね CPU なりなんなりあってカセットの方でソフトを挿すだけなんだけどカセットビジョンはなぜかこのカセットの方にいろいろ比重のね重いものが入ってるから本体の方はいろいろ一部のコントローラーガン使うやつとかあのこの機構で使うあのダイヤルなりあの辺のやつの ちょっと使用制限をすればちっちゃいハードが作れるってところで安いハードをねジュニアって形でいち早く出したんですけどもまあ逆に言うとあれで色々絞っちゃったせいで あの短命になったんじゃないかなって個人的には思うけどまあちょっとこの辺はねあの僕もかつての上司に別に何も話は聞いてきてないのでまああのかつての上司のどっかでインタビュー受けてるやつとかを見ていただければと思います。はいという感じでえー、と終わりましょうかね。最後にね本日の記念日ゲームなんですが1996年の1月1日に発売されたね D の食卓ディレクターズカットが1996年1月1日なんで、えー、と一応25周年これねよく分かんないのがもう,もう,もうずっと差し入れしてるせいでどっちどっちどっちっていう <laughs> どっちか分かんないんでとりあえずこっちの方がそれっぽいからこうね D にしてるんですけどでディレクターズカットなんですけどまあ D の食卓っていうのは一応 えーと最初 3DO でえーっと95年の4月かなね発売されてこうまあ松下側の 3DO のタイトルのメインみたいな扱いで結構ねイ々的に扱われてたんですけどその後サターンで発売されてプレステではえっとまた移植されてでまあサタンプレステがあのなんか一応 えっ、ー、と、アクレームかなんかから出てたのかな。で、そこでいろいろ揉めたからエネ、エネミーゼロがサターンに行っちゃったりとか、いろいろあるんですけど、まあ、それはいいとして。で、最後に出たのが、この、えっ、ー、と、3DO のディレクターズカット版なんですよね。ということで、あの、まあ、3DO2 の人はね、あの一応、最終的にこのディレクターズカットに戻っていただければと思います。ということでね、えっ、ー、と、まあ、ご興味あればね、全部のハードは遊び比べもいいんだろうけど、 まあ、個人的にはまあ、この 3DO のね、ディレクターズカットをやって、その流れでここに入ってるあの小説を読みつつ、D の食卓2ってどうなるんだろうってこう夢見ていただけるとね <laughs>、夢見てるってまあ、ドリキャスで遊んでください <laughs>。まあ、ここで出てくる話とはなんかちょっといろいろ変わってるっていうのはあるけど、まあまあ、そういうね、 あのあガラッと変わる前 M2 で出るのは出る予定だったのはあれだったのかなんてね思うのはこの、ね、ディレクターズカット版ですのでよろしくお願いしますよ,よろしくもよくわかんないな <laughs> ということでねえっと今年もねあのまた、えっと、一応誰も来なくてもとりあえず25時には配信やる予定ですのであの今年もよろしくお願いしますということで以上作家でしたおやすみなさい